STS-33 はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトルのミッションであり、ディスカバリーがアメリカ国防総省のペイロードを放出した。STS-33 は合計32回目のスペースシャトルのミッションであり、ディスカバリーの飛行は9回目、国防総省の支援で行われたミッションとしては5回目である。ミッションの性質から詳細は秘密となっている。 ディスカバリーは1989年11月22日午後7時23分にケネディ宇宙センター第39発射施設 A から打ち上げられ11月28日にエドワーズ空軍基地に着陸した。STS-33 という名称はチャレンジャー号爆発事故を起こしたミッションである STS-51L の当初の名称であった。チャレンジャー号爆発事故後、 NASA は、スペースシャトルの26回目の飛行で、チャレンジャー合爆発事故後初のミッションであった ST、STS-26 以降のミッションの番号を再利用した。STS-51D にも登場したデビット、クリークスがこのミッションの操縦士を務めることとなって、いたが、1989年に航空機を用いて、操縦士の訓練を行っていた際の事故で死亡し、 青字の上の一つの金色の星が描かれたミッションの気象において追悼された。彼の代わりはジョン・ブラハが務めた。また、このミッションでミッションスペシャリストを務めたソニー・カーターは STS-42 の飛行訓練中であった1991年4月5日に商業機の事故によって死亡した。STS-33 は 当初11月20日に打ち上げられる予定であったが、固体ロケットブースターの点火と分離を制御する統合電子回路の問題によって延期された。STS-33 は、スペースシャトル計画において3度目の夜間の打ち上げとなり、また1986年のチャレンジャー号爆発事故後、1988年にスペースシャトルの打ち上げが再開してからは初めてであった。 ミッションの間、ディスカバリーは USA-48 衛星を放出した。専門家は1985年の STS-51C と同様に、この衛星は死銀灯を行う秘密のマグナム衛星で対地動機起動を目指したと信じている。ABC ニュースのジムスレードによると、この衛星は ソビエト連邦、中華人民共和国その他の共産主義国から軍事、及び外交情報を登場することを目的としていた。この衛星は ST、STS-51C で打ち上げられ、インド洋上空に止まるために必要な燃料の枯渇した衛星と置き換わるものであった。アビエーションウィーク氏は、シャトルは当初赤道上空 204km、519km の 軌道傾斜角28.45度の軌道に入り、その後軌道を、マヌーバシステムを3回燃焼させて、高度 519km の円軌道である、最終的な軌道に入ったと報じた。衛星は7周目で放出され、8周目で完成上段ロケットのブースターを点火して、対地同期軌道に到達した。スペースシャトルに積まれた完成上段ロケットで打ち上げられた衛星は8つ目。 そのうち放出に成功したのは7つ目であった。STS-33 は、アメリカ空軍マウイ工学観測所の1.6メートル望遠鏡で、ハワイ上空を通過するのを5回観測された。エンハンスドロングウェイブスペクトラルイメージャによって得られた、シャトルの分光及び、赤外線画像は、スペースシャトルの姿勢制御システムから排出されたガスと、 軌道上の酸素と窒素の残骸との関係を研究するために撮影された。着陸は当初11月26日に予定されたが着陸地点の強風のために1日延期された。ディスカバリーは1989年11月20日午後7時30分に5日間と6分間のミッションを終えエドワーズ空軍基地に着陸した。ありがとうございます。